どこやろう。錦先生、ティムチー。待って、今3人じゃん。おしんちゃん、やっちー、ありがとう。ね、待って、なんかしようとしたんだよね、白鳥。なんかしようかしたんだけど、あった。え、待って、ミクロットットットじゃん。目指せお世話係、マジミクロットお世話係になって、お願い。しおさん、ありがとう。わたさん、もしもしくらさん、にすき先生、今ね、ラガン、白鳥コンタクト今切らしちゃってて、ラガンです。ホットケーキ、サムさん、007さん、え、ZP さんじゃん。初見じゃないよ、 ZP さん。 ZP さんもお世話係よろしくお願いします。あ、待って、グスヤメタルさんって久しぶりじゃない？めっちゃ久しぶり、ありがとうです。ぜひお世話係スカイゲートさん、ありがとうございます。トクヤロー、今日もステージでキラキラしてたお姿が先に輝いてまして、ありがとうじゃん。ゴングンマンさん、ありがとう。テクノケのぞみさん、可愛いでありがとうございます。マルタ、今日も可愛いようでありがとう。あ、もめもめ、ありがとう。さやちゃん、久々に配信来れたとね。ミクロット久々だ、ありがとう。ミクロット、ラガンだように好き先生。ケズリさん、綺麗で嬉しい。セクシーですので、え、ちょっとそんな、初めて言われた、は、初めて言われた。ラガン茶色やっち、今日の発見。そうね、コンタクトなの。大丈夫、マルタ。あ、大丈夫よ、まだライブはね、まだ先。ありがとう、チートチート、ありがとう。サシさん、こんばんはです。次に会えるのはいつやろうか。会いたいね。でマルオタン、マルオタン会いに来て。2月12日はマルオタン。サチは視力悪いの見方全然悪くない。ちょっと 1.5R。スギちゃん、ありがとう。みんなどっち派、ラガンかコンタクト。マー君、ありがとうございます。なんかさ、ラガンだとさ、でもラガンほんと茶色いよね。私も全部似合ってるっすか。ありがとう、グミさん。え、めっちゃ嬉しいんだけど。みっちさんだ、ありがとうございます。ラガンだとちょっと大人の雰囲気ですわ。でもまめまめ、ほんとに、あ、まあ、確かになんか可愛いではないよね、ラガンだと。前みたいになるけん、どこのどれがいいか教えてねえ、マルオタン、どこのどれがいいか言っていいのどこのどれがいいか言っていいのコールも超楽しかった、ありがとう。トクエロ、カリサラちゃんの姿で言うとありがとうございます。 1.5 は成功、自分この前測ったら 0.9 とか 0.7 とかだった。え、でもまだ見えるよね、それって。 見える。デートの写真、カップの模様で遊んでた。あれね、カップの模様、あれさ、ちょっとね、さ、あげるときに迷ったんだね。あのさ、カップちょっと茶色い模様あったじゃん。だからみんななんか白鳥がこぼしたって思うかなって不安だったんだけど、あれ、ああいう、あのね、ああいうデザインだった。やっち、ごめん、飛ばす、ごめんね。ラガンも可愛いの当たり前だから、あえて言わない。ありがとう、嬉しい。ラガン好きでも最近なかなかラガンに近い色もあった。そうね、にいすけ先生、最近そうね。見て、にいすけ先生、ちょっとやっと見つけた。にいすけ先生が教えてくれた、多分これだよね、スマイルコンタクトの、これ、これ多分これだよね。やっと見つけたの、ありがとう、超勇気。サイさんだ、ありがとうございます。かっちゃん、ありがとう。こもこさん、ありがとうございます。編み込みカチューシャ、そうなの、こもこさん、今日編み込みカチューシャ、シャツ編み込みカチューシャ大好きなの。今電車の中からちょこっと見てます。お、ちょこっと、ありがとう、さゆりさん、ちょこっと。おい、言って、わい、コンタクトとかわからんから、この間は乗り遅れたしって。え、マルオタいいの、なら言っちゃうね言っちゃうねちょっと待って、ちょっと言うあ、おもろ、キバに言うな嘘、本当に、ティムジマジで。日常生活は問題ない。ラガンで後ろの客席だとステージの上のサナちゃんのお顔がはっきり見えないから。あ、そうなの、ミクロット、え、シャトルのお顔はっきり見て今聞く前でこぼしたと思ってたや、かっちゃん。
あ、そうなのね、こぼしてないから、シアトリ。え、ゾウさん、すごい、福ワッチ、ありがとう。鬼は外福ワッチ、ありがとう、ゾウさん。そして、さくらさんも、ありがとうです。かいちゃん、アカペンラ、星ありがとう。と、豆豆。豆豆、あげんま。この豆豆のさ、ギフトはもう、豆豆のものでしょう。それな。誰よりずっと。紙袋の待つようが気になって。ああね、あれ何だったんだろうね、後ろの背景の。イワシ焼いたので今から晩ご飯食べながら配信見る。え、いいね、イワシ。ジョーさん、メガネ外すと3、あー、こんな感じのメメが3になっちゃう お顔になるのよね。あー、確かに特効野郎、そうだよね。あれ、メガネ、そうだよね、特効野郎メガネつけて。やっち、今日のリップも色だったら近くで見せてくださいましって。特効野郎、しゃーなし、しゃーなしね。見つかってよかったって、ありがとう、錦木先生教えてくれて。裸眼だと茶色いからハーフ感が出て大人っぽいんじゃない。あー、なるほど。これ全部白飛びしてる。オーレンズのオーレンズのグレー、キラーン。このニュージーさん、ニュージーちゃんたちのモデル、グレー。今は録画してるからもらった。めっちゃ面白い、ありがとう。グレー気になる。なんか後ろからとメガネしてる。あ、そうなんだ、ミクロット。サラとデートなはチキツイとかでもいいかも。あ、そうね、とこやろ、チキツイサラとデートな。それな、それなって、秋豆ね。やちのチキツイ見てくれた。え、あのさ、みんなで乾杯ってしてたよね、今日。チェック服バイカーさん、うん、ありがとうございます。嬉しいでございます。そのみさん、おつさまちゃん、ありがとう。あれ、そのみさん、ありがとうございます。あゆめのイベントで桜学院のマシュマロ色の君とはカラオケで歌って、うっそう、さゆりさん最高じゃん。え、マジ最高。シャトルも歌いたいもん。充電なくなって固まったかと思った、ゾザン。あ、固まってないです。誰かマグカップを見てね、キバって言ってたような。え、マジ錦木先生。え、違うの、あのマグカップ模様なの、今日のチキ、あのツイ、チキツイじゃない、今日のさ、あのツイートのマジで模様だったの、あれ本当に。ありがとうございます。お世話係、また白鳥のお世話係17人、ありがとうございます。今日の亀鴨鍋会でリットムーンとしてしっかり押してきました。みんなホームページから確認してき、ありがとう、ゴムマさん、まあ、ありがとう。宣伝っていうか、あのリットムーンをさ広めてくれてありがとうございます。ぜひあの1周年にみんな来てと言っていてください。あ、キメチャルさんだ、ありがとう。今日も可愛いですって、ありがとうございます。ベニービバット、ありがとう。画像界見えへんしってもらった、ごめんごめんごめん。オーレンズのグレー、いい色でドキドキ、ほんと超可愛いから、ズレモンってありがとう。どこやろ、ベニービバト、お世話かかり、ジュノアニメありがとう。ベニービバト、ありがとうだ、ありがとう。ベニービバト嬉しい、
ありがとう、性格になってくれて。仕事中、マサパパお疲れ。シャトリー会楽しかったです。サラちゃんにチキン南蛮とか食べよう。しかったな。え、トリキ行った。トリキ、え、トリキとかやろう。カブさんだ、ありがとうカブさん。え、カブさん、あのぜひあの1周年ライブ来てください。ぜひ。チョコレート買ったら美味しかった。チョコレート買ってない。クラウドさん、お疲れちゃん、ありがとうございます。今日その X にほとんどいいねくれない。ごめんよっち、絶対配信終わったらいいねするね。カンタさん、ありがとうカンタさん。今日のライブはラストだったからほんと熱く盛り上がってて楽しかったって。ありがとう。姫なるぞ言いたかったね。あのさ、今日は単純に忘れてたんですけどそう、ごめんね、これから言う。トモさん、おつさみちゃん、ありがとうございます。トモさん、ラガの色好きって、あー、ありがとう。おじいちゃんめっちゃ茶色だよね、本当に茶色。アリさん、アリさんもありがとう。トリキじゃなくてテケテケ、あ、テケテケってところなんだ。え、シャドウ、テケテケって見てたけどさ、なんかテケテケってところ知ってたけど見たことない。ほら、めっちゃ茶色なの白鳥キラ100ありがとう。ともさん、ライブ来てねって言ってもらえると嬉しい。そんな、カブさん、なんかおこがましく来てねって言っちゃったんですけど、ぜひ本当来てほしくて、ライブに。ありがとうカブさん。あやみちゃん、ベベメタの、え、ミーツでもカラオケで歌ってましたよ。え、カラオケってさ、どういうこと。カラオケって何のカラオケ、あのライブ中にってこと。カラコンには度数とかないの。マルタ、シャトリーにね、あのね、度数ないよ。ゼロゼロ度数。コンタクト自体分からない。ね、コンタクトどなし、白鳥どなし。今日は熊地に見すぎって言われるくらい、さらに今日も夢中だった。ありがとうやち、めっちゃ吹いためっちゃ目見開いちゃったよ。どこやろ、アイドル界のって忘れてたんかい。にすけで、そう、ごめんなさい、本当に。茶色のカラコン黒い服でいつもより大人っぽく見える。痩せたってかちゃ、今頑張っておるんです。ありがとうございます、嬉しい。姫が超絶可愛い名前から言われなくても知ってる。マルタン、ありがとう。 X の写真のお茶してた時の紙袋からサナの買い物じゃないの。あ、違うよマサパパ、あれお店に置いてあった紙袋なの、あれ。え、もしかして違うお客さんが忘れていったのかな。普通に、そう、なんかここのお店初めて調べて行ったの。あ、ライトついちゃってた。なんか帰りになんかカフェかどっか寄りたいなと思って、で、え、これ気分じゃないからね、本当に。で、それで入ったお店で店員さんめっちゃ優しくて、でなんかコーヒーの種類がめちゃめちゃあって、コーヒーめっちゃ美味しかった。ここのコーヒー超美味しかった。さっちゃん、めいい、コモコさん 1.5 あるの。その顔とアグリを一緒に写したらもう大草原よって。やめて、アグリと一緒にしないよね。どこやろ、一周年ライブで姫なるぞ言いたい。ホット劇、え、もうみんなよろしく。もう一周年ライブでアイドル界のって言ったら、もうみんなから姫なるぞって聞きたい。探してみるねってマロータ、ありがとう、ありがとうだ。本当におしゃれでお店よきって。どこやろ、ヤンキーでしょ。拾ってくれる人を待ってるんだよ。でかちゃん、あのシャトル持って帰ればよかった。あれ、コーヒー何飲んだんですとか。え、なんかね、シャトルはあのオリジナルコーヒーみたいな頼んだ。そしてさ、なんかマジ全然美味しかった。なんか家で飲むのと全然違う。シャトル最近朝さ、あの韓国のメイクアップアーティストの方の YouTube 見てて、そしたら韓国アイドルはあの朝コーヒーを飲みますみたいな言ってて、だから明日でもコーヒー頑張って飲もうと思って飲んでたらコーヒー慣れてきました。クレナオさん、ありがとう。本当に気分と思ってるはずないから大丈夫で本当によかった。で、今日皆さん節分ですね。で、ママがなんか恵方巻き買ってきてくれてて、半分見て、こんくらいママが買ってきてくれたので、あ、取れちゃった卵。配信であのもぐもぐタイムしようと思います。で、今年は東北東北じゃない、なんだっけ、わかんない、を向かないといけない。
わいは今のビジュがめっちゃ好き。姫なるぞー。会話混ざってる。え、でもさ、え、今のビジュめっちゃ好きで、え、超嬉しい。モチャドルもめっちゃ嬉しい。ありがとう、村田。少し間が空くなって認識してて、そうね。次のライブ、ちょっと待って、後で、次のライブ、いつか。職場で自分は炊きたてのコーヒーを飲んでる。おわ、いい職場、マサパパ。ザザン、シルクはお母さんからの遺伝だから母親に感謝だね。え、そうですね、本当にそう。サラちゃんはコーヒーはミルクと砂糖入れる母ちゃん。なんか、入れない派です。なんか逆に入れない方が甘みを見出せるらしい。ママ曰くね。ママ曰くそうだから入れないでく。今日俺をカフェに誘ったのにお店にいなかった人いるんで今度叱っておいてください。え、誰、しんちゃん。コーヒー屋さんで落ち着いて飲み姿とかめっちゃドキッとしちゃいますよって。ありがとう男やろ。そんな落ち着いて飲まないんですけど。あ、そう、東北東かな、ミクロとからその方を見て食べます。アジ、ありがとう。北東、東北東、東北東、秋豆の豆、これ東北東って読むかな。はかり売りかって笑った。本当さ、1本丸々食べる、でも1本食べてるのに、そんなさね、え、大変だから。食べ終わるまで喋っちゃダメだよ、かっちゃん。え、ちょっと喋りそう、食べ終わるまでに。だからさっき大人っぽくなってきたのかと思ったら、コーヒー飲んでからかんか。かも、やっちかもしれない。ブラックコーヒー飲んでるのいいね。ダフトケーキ、そうしようと飲めるの、ありがとう。絵本向きいいね。でも喋っちゃダメ。喋っちゃダメ。コモコさん頑張る。画面から見てどっち、え、なんかね、こっちだって。ママ曰くこっち向かないといけない。シェアあたり、毎日 G がドリップで入れてるよ。みんなコーヒーマニア。韓国はアイスアメリカーノね。コモコさん、なんかさ、みんな頼むときアイスアメリカーノって言うよね。韓国ドラマとかかっこいいよね。でも今度言おう。てかね、本当に今白鳥韓国行きたいの。あの韓国の Vlog ばっか見てる白鳥、めっちゃ韓国行きたい。はい、じゃあ行きまーす。急なんですけど、無言で食べるということは少しタイム、どうだ。え、そう、スキッシュタイム。でも可愛く可愛くスキッシュタ撮って、いつも何の人、あ、しんちゃん OK、 もう想像ついた。画面から見てあっち、絶対に笑っていけない。ほんまきね、やめて、そんな、いや笑うから逆に苦くて飲めない。目黒と、あの白鳥の方が大人や。東北とやや東、ちょい東、気持ち東。どこやねん。とりあえず鳥間東ってことだよね。時計だと2時から3時の間ぐらいから、2時から3時の間、だからこっからこっちの間ってことね。2時から3時の間、 OK、 行きます、行きます。
でやばい白鳥全然さね、全然白鳥さ真正面見れなかったんだけど美味しかったで、やばい苦味かなうかな大丈夫かな白鳥さ途中でさ恵方巻きがめっちゃ崩れちゃってやばって思ってだからねあれにしたのラジオにしちゃったのごめんね。やばい絶対そうなっちゃうよね恵方巻きって鼻さずに食べるとかマジできる？みんな応援ありがとうございました。なんかなのでありがとうどうぞ中西さんこれ願い叶う、いや叶うやち綺麗な横顔だなってありがとうこもこさん。さっちゃんに言われるけど巻き寿司は切って食べたよ今も切って食べてよかったらしいよ食べてないどっち？そうなんだカブさん。でも多分さあのとりあえず恵方巻き食べたらいいんだよね。一番妨害してる。そうなんだ小さんママが一番妨害してたよね私の願いをキュウリいい音だったみんな。黒の幸は今日も美しいウィルフ系ありがとう。恋人ってたしんちゃん恥ずかしいんだけどねしらとアウトってとこやろね。アウトでした。ありがとうスギちゃん可愛いねって。横が綺麗すぎて恵方巻きもうまいわ恵方巻きもビミーわあれモロさんありがとうもこもこタイムだけでスクショ120枚になったよ取りすぎやろティムちゃんありがとう。恵方巻きの具材は何だった？やっぱり海鮮こもこさんなんか全然違くてなんかねあのうんなんか分かんなかった。なんかもう味感じられなかった。よくできましたかちゃかちゃんありがとうございます。黙って最後まで食べきらないとダメなのっけ。えそうだよマサパパ黙って最後までもうダメださん泣き気してないありがとうもうダメださん。姫にかなない願いはないからってありがとうお父さん。そうないよねそうないないないうんない。パオンさんありがとうウィルフケありがとう。巻いてる食べ物なら何でもいいよロールケーキも。あそうなのかっちゃん恵方巻きの次はお豆ですとかそれかもねお豆勝てないみたい。そう切って食べる斬新でおもろい、ね、おもろいよねマロさん。でも切って食べるのでもいいんだよね多分。なんか寿司食べたくなってきたマサパパ食べよう。加工さんワンレベル7ありがとう。加工さん私は恵方巻きと一緒に熊本の焼酎を飲みました。ありがとうこもこさんありがとうね熊本の焼酎白竹。吉尾さんありがとうございます。にすけ先生ライブ情報ありがとう。2月7日渋谷ライブだ。あ渋谷ライブだで20時50分からライブありがとうです。皆さん次のライブは2月7日だからあと4日後です。ぜひ来てください。切ったらあかんやろそのえそうなのかな。まろうたんゆえおなさんだありがとう。加工さんこちらこそありがとうです。巻いてるといえば姫様の巻き巻きツインタが見たくなっちゃうって。どうしようかなとこやろう。あれ、帰る時が大変。お腹いっぱいだけど恵方巻き食べたいってホットケーキ。あホットケーキ夜ご飯食べたってこと。恵方巻きは食べよう。姫なんだから何でも好きに食べればそれが法律すごいにすけ先生法律化されたありがとう。やすちゃんだありがとう。熊本観光大使かーいってかっちゃん。え熊本観光大使なりたい。白竹こもこさんすごっすごっ当たった当たった白竹。鬼のさなちゃん見たかったな。でもダメださん白鳥今日ねすごい鬼嫁になったから白鳥今日見てほしかったで。丸かじりが基本のはずゴングマさんねって言いますよね。丸かじりが基本でで黙って最後まで食べないといけないし口からも話しちゃいけないみたいな。7日も応援行くぞってありがとう。やっち待ってる。恵方巻きを切るのは良い縁が切れることになって縁起が悪いってレッドに書いてある終わったミクロット
え、もう大丈夫、良い縁を作っていく。無言で全部食べるのに切ったらあかんやろ。もう無理だった。年齢の数だけ食べるんだったっけ、マサパパ。そうね、年齢の数だけって言うよね。普通にカレー食べちゃった、グミさん。待って、ね、カレーってさ、カレーってよくない？なんかカレーって聞くとさ、あのカレーって食べたくなるよね。3月のお休み申請してきました。サラの日は何かあるかなーってとこやろ。なんかしたい。しわじんサラよ、ありがとう。熊本ラーメン食べたくなってきた。でマサパパ、食べようぜ。切ってるところ多いと思うから。結局は気持ちよ、気持ち。そうね、ミクロと気持ちです。気持ちです。結局は気持ちです。はい、来年から切れた絵も全部食べる絵本巻き販売やな。いいじゃんね、食べやすい。切った方が。なんかね、このね、このカフェはさきなちゃんとあいたんと行ったんですよ。でそしたらさきなちゃんもなんかコーヒー頼んでて、違う種類のなんかコーヒー頼んでて、であいちゃん桃のジュース頼んでたんですけど、あいちゃんにとってはその桃のジュースが大人の桃のジュースで、であいちゃんが「あいまだセブンティーンやから」って言って、あいちゃんがあまり気に食わない様子でした。桃ジュース、まだ愛ちゃんは桃のジュースもダメだったみたい。サラの日予定ないならうち来る。ゾダンよ、酔ってる。きっともしかしたら、あのサイズが完成形と思えば切ったことにはならないセーフ。あ、そうね、かっちゃん、あのサイズが本物じゃないわ、あのサイズかもしれない。そう、切り刻もうがなんだろうが姫が法律だから大丈夫だよ。ありがとう、みつけ先生、ありがとう。コメントは下から上に向かって読んでね。ごめん、ディブディ意識します。そう、濃かったみたい、桃ジュースが。そう、ミクロと、だから愛ちゃんがさ、桃ジュース濃くてなんか大人の味やーって言って桃ジュース飲んでた。しんちゃん、え、すごい、お酒。お酒かい。やっち、愛太のマネうまいね。もう愛太とずっと一緒にいるので。セブンチーのポストしてたねって、にすけ先生してた。アイタン、そう、写真撮ってた。でも結局アイタンは全然飲めなかったっていう。大人の味やーって言ってました。あれ、まだセブンチーやからって言って、シラフでご飯食べてます。本当お父さん。なんか桃ジュースはね、かっちゃん、なんか甘かったんだけど、桃っていう感じだったみたい。シワジン外録チャンネルみたいな、何それ、遅刻なう。遅刻なう。ブラックコーヒー飲むサラちゃんの姿めっちゃ見てみたいっすって。えな、今度特典会でって思ったんですけど、ちょっとね、前特典会、夏の特典会でさ、本当に暑すぎて飲み物飲んでたんですよ。飲み物なんかこう持つタイプのなんかあのやつを持っていったら、こう持ってストローのタイプの、そしたらあの特典会中飲み物は NG らしくて。ピューレみたい、そう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 、そんな感じだった。あいたんまだフジラのネクターの方がいいみたいなで、え、待って、あれさ美味しいよね、しんちゃんね、あれだったらあいちゃんも飲める。飲み切ったのかな、サラちゃんがさ、そう、私とさきらちゃんが代わりに飲みました。ミクロと天然の甘さだから少しえぐみが、そうなの、やっち、ちょっとえぐみあった。今の配信が可愛すぎてやばいわって。もうそうやって言ってくれるマロタンがもう一番よ、本当にありがとう。冷えピタ発生た時もあったもんね、ニスキス。そう、でもしあと夏来るの怖いもんだって、本当に夏のアイドルもうやばすぎる、もうライブもう怖い。今水分取りさないと虐待だよってリムジ。でもなんか、まあ特典会の1時間ぐらいは我慢してみたいな感じかな。
感じです。アイタンがブラックコーヒー飲んだらどんなに渋いか。あ、え、ちょっと待って、マサパパ、今日アイタンがさ、あの白鳥のコーヒー飲んだけど、アイちゃんコーヒーの方がまだ美味しいって言ってた。なんか桃があのドッグフードのなんか匂いがするみたいな言ってた。犬が舐め終わった皿の匂いがするって。夏の特典会めっちゃ暑かったですね。姫様の冷えピッタ下げたとか懐かしく感じますね。そうね、本当に特会の懐かしい。夏も来るのが怖い、本当に暑すぎて。え、かわいい、これプレゼントでいただいたやつなんですけど、ね、ちいかわハニーファン使ってこわやっち。なんでいいのにって、ありがとう認識です。水分補給を一旦裏に、あ、いや、ミクロと裏に戻ってたったら多分よかった。ちいかわ、あいた大人への第一歩慎重。そうなの、あいた大人やったねって。どんな舌をしてるんだ、まさか。多分ね、普通にね、桃のジュなんか飲み物が多分臭かったのかな、あいちゃんからしたら。かわいいってありがとう、ガチャ。いや、みんな何でもかわいいって言ってくれるから嬉しいの。さっちゃんかわいいなって、あー、ありがとう、カブさん。え、めっちゃ嬉しい。ゆらゆらしたらアクセサリーかわいいねって、ティムジー。お、ありがとう。犬が舐め終わったらわかる気がするし、わし、え、わかるんだ逆に。さっちゃんが独善会で水飲もうが酒飲もうがファンなら、いや、酒飲み出したらもうみんなびっくりでしょ。平気平気じゃないよ、みんな止めにかかるよ。で、毎日がとホットケーキ、みんなはいいよってことでしょ。夏はティフだから暑いなんて言ってらんない。そう、言ってらんないのよ。ありがとう、かわいい、登山かいちゃん、しんちゃん、ありがとう。何挟んでも多分かわいい。本当にかっちゃん嬉しい。似合っててかわいい。それはもうアイラちゃんから、いや、これはね、アイラちゃんじゃなかったの。スギちゃん、あら、かわいい、だ、ありがとうよ、スギちゃん。さっちゃんが銀河で一かわいいよ。あ、なんかさ、銀河の一番、もう銀河より大きいさ、なんか言葉ないのかな。で、見て、いちご、いちご、ティフで大マサパパ。え、もう今年は多分もう、あの、絶対もう絶対出てやるんだから、なんかもう出ない選択肢がまずない。もう特典会に持って出た飲み物にいたずらされたりしたらっていう可能性も考えて。ああ、確かにね、モンキロットそうかもしれない。可愛いのに可愛いで相乗効果半端ない。ありがとう、ありがとう、やっち。夏の特典会は姫の飲み物を持つ係します。父さん、ありがとう。時給100円、嘘。2019年のティフの思い出ってありますか、しんちゃん。ね、なんか、初めてだったから、初めてのティフで、初めてのティフで、でも、なんか、フェスっていうのが初めてだったから、あの、桜の以外のファンの皆さんもいる環境っていうのが新鮮だった思い出がある。ホットステージとか、え、待って、ホットステージ出たい。いや、スカイステージも出たいけど、特典会の会場分かる、ニスキス、特典会が熱いんだよね。夏染め、今年は春の3月開催やけど、リトも出てほしい。待って待って待って、3月なんだ、マロタン。ちょっと絶対出たい、上さんにもうお願いしますって。宇宙の方がでかいんだ、銀河より。なら宇宙だ、宇宙って言って、みんな宇宙って言って、宇宙一って言って。夏はサナちゃんの衣装だけファンを内蔵してもらおう。もうダメだ。なんかファン内蔵してもらったなんか、あの衣装なんかすごいことになりそう。わあみたいな。無償ないですって、ありがとう。そうさ、好きよ。ティフで両足つった時終わったと思いました。マジで言ってるの、かっちゃん。そんな、そう、初会ったのホットケーキスカイステージ正面見てたよ。そうだったの、マサパパ。まだまだ全グループを公表されてないから楽しみにしとる。え、ありがとう。言ってたいな。時給100円は労働基準法問題。問題すぎる。
ライブの時と今の髪型って同じかな、スギちゃん。同じよ、同じよ。月夜のスカイステージ立ちたい。え、立ちたい、しんちゃん。マジで立ちたい、ほんとに。うん、さっちゃん真っ黒になっちゃうとこやろ。え、もう白鳥絶対今年の夏も焼けません。もうずっと日傘さしてるから。宇宙一かわいい、ありがとう。みんなうさみんなさんだ、ありがとうございます。とかえろうとキーキーもありがとう、ティムジもありがとう、宇宙で一番ってありがとう、やっちも。わし推し活ちょ縮小やけど大型フェスは行くから会いたい。え、そんなのもらうた、大型フェスは絶対行くの。やめとよ、丸太。今年の夏もパイナップル姿が見れるのがちょっと楽しみ。絶対やりませんとかやろ。ティフ出てほしいなと認識して、絶対出る。スカイ、丸太もスカイステージはマジでリッドムーンは出ないと。リッドムーン出ないと、リッドムーンね、絶対よ。もう夏のフェスは姫の日傘持つ係です。ありがとう。ありがとう、お父さん。パイナップルもサラちゃん、いやいやだったんだ。エソだよ、ミクロと。アイちゃんと私は毎回ね、そう、なんかさ、ピアス付き替えようかな。ペティキュアと三倍さ、束ねた長い髪、焼き付けた君の心は、タイムラプス。見て、月のさ、ピアスはカナさんからいただいたの。可愛くない？これ絶対さ、ちょっと、今度のライブでつける。かわちい。月。かわちい。手筆かぶりまで死ぬもんね、マシパパ。そこにいたいってもらった。え、だからもう待ってて。もう待ってて。本当にスカイステージで。みんなずっと。パイナップル、ね、そう、パイナップルと雪だるまの時の姫の不機嫌。タリアすごい。そんな言うて、そんなそこまで不機嫌じゃないよ。そんな。ジャムズなマロタ。そしてあとジャムズ大好き。かわいいって、ニースケ先生。かわいいよね、これ。月ぴったり、ホットケーキね。キラキラしてんの。え、キラキラしてんの、ほんと、かわいい。月の人、星を入れさん。こんばんは。確実に出るでしょ、ティフで信じて疑わない。あ、ありがとう、やっち、疑わないでくれて。あかなさん見てた、あかなさん、ありがとう。ボカルさん、ホル大好き。てか、今月ちゃうかな。一年ライブは月のかぶり物。え、やめて、ミクロット。一年ライブくらい可愛い姿でいさせて。本当に。夏になったらぜひ白ワンピに白帽子を姿見せてくださいましってとこやろ。もうね、白と、今ね、その妄想ばっかしてた。最近。夏に早くなってほしいの。ちょっと洋服夏の方がね、多分好き。早く夏になってほしい、本当に。早くワンピース着たい、早く白いワンピースが着たい。白鳥は待ってたら干からびてしまうかもって。まだまだ、え、なんかもうそりゃそう。サチの方がキラキラしてるよ、しーちゃん。あ、ありがとう。 NHK 紅白目指せ、しわじ。そう、え、目指しちゃってるよ。全然目指してる、全然目指してる。で、立てる、絶対に立つ、絶対にね。あそこまで登るのはマジおっさんたひろがって。え、まるとあそこってさ、そ、え、みんなどうやって行ってたの。シェアスイたち全然わかんない。みんなスカイステージってあれどういう感じで行くの、あれ。ベティキュアと三倍がやばったのかいかに焼き付けた。マー君、ありがとうです。あー、ミルワちゃん、ミルワちゃん推しの方ね。ありがとうございます。満月と三日月ならどっちの被り物がいいの。もうダメださ、満月かな。いや、絶対被りたくないけど満月、強いて言うなら。ナマズさん、ありがとう。リフの頃ならまだ夏衣装見れる。うん、でも夏衣装どうなんだろう、変わると思うんだけど。去年の夏は早く冬になってほしいと言ってたよな。ねえ、マサパパ、どっちやねんって。
どっちやねんってね。夏物のお洋服の方がさんちゃん漏れてるもんありがとうとかやろ。夏がいい。スカイステージの方がリズム待てよ。おーありがとう二重助先生。途中までエレベーターそこから4階分登る。えやばい大変すぎる。4階分も登るんだあんな暑い中ね。マロットありがとう。スカイステージ行くのきついんだよ和田さん。あそうなんだ和田さん。和田さんももしかしていたスカイステージ。ティフには行ったことがまだないのですよ。今年は行けるかな。アジえアジあなたを連れて行きます。満月なんだ。三日月の方がちゃんと頭出そうなのに。えなんかもう三日月とかも顔こんなんなっちゃうから嫌だ。どっちも嫌だけど私服のサナを見たいけた時の輝き半端ないって。ありがとうやっち。たまにねたまに遭遇しちゃう。あの遭遇しちゃうっていうか遭遇していただける遭遇しちゃう。あのファンの方にライブ前向かっているとあこんにちはってなるよね。けん玉失敗しないでねって。しわじえ任せてしらとりけん玉得意だから。エレベーターで8階まで上がってそっから階段だったよな。12階ってこと。ピアスもいいけどやっぱり姫様イヤリングの方が漏れてるかなって感じちゃって。ってえなんでよとかやピアスの方が可愛いじゃん。ミキュアラボイシで白のワンピースとサンダルの姿でサチュアソそれともニヤニヤしちゃって。 ありがとうティムジ。もう待ってて夏絶対去年撮れなかったから絶対撮る。スカイまあ景色いいんだよね和田さん。いいよねわかるわかるの。たまにお世話係18人ありがとう。どなただ18人目はかなさんだ。ありがとうかなさんありがとうです。いつもかなさんも大好き愛してます。くもちありがとうかなさん。もうね愛してる本当に。ジャミントさんもキラキラありがとうです。タタ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 。雷で降ろされて3回登った。やばすぎ。マロタンマジで。スカイがアイドルの夢のステージの一つやと思う。楽しみやして。えマジさあ夢だよね。だからさスカイステージに一緒だと中2で出たことって本当にさありがたいことだったんだなって本当に思う。めっちゃライブ出てから本当体崩さないように気をつけててありがとうね。どこやろしょうがないからってよっち。今日の特典会もかぶり物といえばかぶり物か。そうね二重先生。でもあれはさまだ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 宴会ってかちゃそう大丈夫。すんちゃんたちはエレベーターでステージまで行くはずよ。えそうだった和田さん。だからみんながそんな4階分も登るって知らなかった。もうさ本当に出たいな。マイカはマイカに似てるね確かに。マイカに似てるね確かに。あの時見かけなかったのかな。でもリトムで見れるからいっかって。あー食堂ジムジもういいよ。もう絶対見せるからもうそんな後悔させないわ。おい鬼子姫様かわいかったありがとうとかやろう。八つ太郎だありがとう。ギフができる側にでちっちゃいスカイステージパフュームもポリリズム。あできる前にってことギフが。かっちゃん繰り返すこのポリリズム。あのショートはまるで恋だね繰り返すだね。でこれタッチペンその姫その頃の姫のパフォーマンス見たかったわって。ありがとうマロータ。もしあればどんな人でしたか皆さん
黒似合ってて可愛い、ありがとう。やつ太郎、今思い出ありすぎてサナがまた出演するの文字吹き詰めに来てほしい。そうね、マスパパてかもうそのティフだけじゃなくてそのもう全員元のなんかもう桜の頃ついてくださってたファンの人たちをなんか全員呼び戻す勢いでその一緒にライブとか来てほしいからしろって頑張る。新しい方もつけるし、夏2008はまだティフなかったかっちゃん、あそうまだないんだ2008は。バレンタイン一緒にもしっかり決めないとないってとこから。そうね、今も昔も天使ランマン人気です。確かに確かにそうですね、やりたいようにやって本当に来ましたね。てかさやっぱ末っ子だからかな、チュペリさんだ、ありがとう、こんばんはです。ピアスどうしよう、ティムジーからもらったやつつけようかな、これにしよう。カーチ今日はこれ、いい意味で変わらない、ありがとう。やちよく笑いよく泣いてたかな、ずだ。あー確かに、えよく泣いてたっけ、シャートリースクンだけから応援してますって、ありがとう。ウサミントさん、ぜひウサミントさんもまた会いましょう。可愛すぎやろチュペリさん、ありがとう。頑張ってな、とちょっとの JK だからいっぱい楽しんでて、ありがとう。どこやろ、やっとるわ。あと残りの JK マジで全力で本当にさ本当に楽しむから、楽しんでやるんだから。やばい、痛い痛い痛い、どうしよう、痛い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 、どうしよう、痛い、どうしよう、痛いよ、私は痛いよ。ちょっと待って、痛い。え、血出てきた。痛いもん。え、やばくない？え、普通に放送事故、放送事故じゃない？え、普通に放送事故だよね。ちょっと待って、放送事故、放送事故。放送事故すぎるよ。痛いもも。違うところに刺したんだよ。じゃあ別に刺してないし。違うところに。あの二つになってんじゃない？あのなってないよ。何言ってんの？痛い。あのあ塞がってんだよ。塞がってないよ。塞がる。痛い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 。やめて。何もしないで。痛いから。何もしてないやん。いやあの普通にこれ自分でやった方がいい。違うところに絶対刺してんだよ。刺してない。え後ろ穴どこにある？え、穴どこにある？後ろ絶対血が出るはずないんだもん。え、出るよ。出ないよ。え、いたいた穴もういた。え、まあ、でも無理だこれ、うん、今やらない方がいい。元のやつでとりあえず塞がってはないよね、今まではめてたからね。ね、そんな一瞬に塞がなかったよ最近。位置がずれてんだと思う。あ、そこ、ここ、そこ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 。え本当に？そこそこ。え超痛いんだけど。ちょっとずれてる。ちょっとずれてるんかい。ずれないだろう。やめて。貫通させようかするの。いや貫通しないもん。痛い。貫通しないのはしてるけど。痛痛痛痛痛痛。やめとった方がよくない？いややめとった方がいいってさ。もう開けたんだからさ、塞がっちゃうもん。痛痛痛痛。あ、ここ？あそこ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 。ここ？嘘やん。そこだって。痛いもんだって。そこだって。嘘やん。やだ。だけ。痛いもん。もう見えてるし、見えてる見えてる。嘘、見えてんの？嘘だよ。ここ？そこ。嘘だ絶対。そこ。あ、本当だ。痛っ。
痛かった。お騒がせしました皆さん。痛かった。おじゃさんいる。おじゃさん、おじゃさんや、おじゃさん、おじゃさんまた会いに来て。おじゃさん、おじゃさん、おじゃさんまた会いに来て。塞がっちゃったって。塞がっちゃった一瞬ね、一瞬痛いのあかんって。そうね、カブさん何もしないで買っちゃう。でもさ、これさ、また刺さなかったらさ、また塞がっちゃうところだったからさ、痛かったこれゆやなさん自己回アンド神回ピアスは無理だな。です痛いんだけど。でももうみんな大丈夫だよフリーダム配信自由ってこと。マサパパトークでしたってところありがとうペニパと気をつけててありがとうございます。おじさんありがとう。記念すべき現場に立ち会った。え、そうね、おじさんシャトルの痛い配信に立ち会ったね。飛んでてってありがとう。しーちゃんかなさんまだピュースホールが安定しなかったかな。安定してなかったみたい。でもいつもはさ、変えようと思ったらすぐ変えれるんだけど、多分今配信見ながらやっちゃったから多分ね違ったところになっちゃったの。触らない方がいいよってやつは。そうね、気をつけてね。ドゾゾもありがとう。女性大変だなって。まさパパさん、女の子ってね鬼大変なのみんな。違って、おじさんごめんなさい、チー見せちゃって本当に。大丈夫だよ、ありがとう。やち歌ってる前かでしょうち。全然もうこんな日常茶飯事だから皆さんそんな心配しないでください。こんな女の子に痛いはつきものです、人生。そうです、女の子は痛いのがもう人生つきもんです。気が強い方もうダメださん。はいシャートで気強いよそうです、見てるこっち側が痛い。ごめんねやつら。そうだよね、そうだよね、みんなが痛いよね。ごめんね、ごめんね。そういう弟のピアスを終わりが開けた時の感触が戻ってきた。怖すぎ。うわっ、しゃあでもね、人のピアス開けるの無理だと思う。しゃあとりもだから人が痛いな。サラちゃんの血って書いちゃう。みんな初見、しゃあとりの血あとで消毒しないとダメだよって。わかった、ちーちゃん消毒します。絶対に日常茶飯事、おじいさんの日常茶飯事。そう、優しくしないとだよしんちゃん。そう、女性は大変なんです。配信で血を流したアイドル初めて見たカブさん、でもなんか少しだったからまだよかった。鬼大変な努力、宇宙で一番の可愛さを書いてくれてありがとうってやっちゃう。覗いてくれる方がいる話だと頑張れます。ありがとうです。初戦っていう最大のために耐えられる課題になってるからねって気持ち。え、すごいよね本当に。どうしようって怖いわ。当たり前だよな怖いのは。なマサイ族の耳はすごいよってマサパパね。こうビヨーンってね、安全ピンで開けてピアス取らなくて今日安全ピンで開けて。もうまたやばいな、なんか昔って感じ、平成みたいな。あの I love you、 ありがとうゾウさんだ、ありがとうな、ありがとうなゾウさん、ありがとうね、大好き。え、ニシキシシマリアとかわいいって。止血完了、使ったティッシュは必ずメルカリに出してくださいよ。いや、自由な、チプリさん。シャトルの血ついたティッシュ、いらな。さちゃば、鬼最強ってありがとう。だから耳たぶって痛くないの、痛いよ、マサパパ。え、シャトルの学校もさ、先輩で安全ピンで朝から耳開けた人って、先生になんか普通に怒られてた。なんで丸太がピアス開けてえ、しかもさ安全ピンってやばい。鬼になったら耳が鬼痛かったり、節分やばいね。え、節分ってやばいね、しんちゃん。鬼の日は鬼の日。ごめんなさい皆さん、あのあのヘッドホンに繋がっちゃった一瞬。ピアス開けたことないって
あ、怖くて血がダメってチュペリさん、え、なら今度さ、あの特典会に持ってきてもらえたらシャタカカチャって会います。面白い学校、マサパパさん面白い学校、あ、中学校の時だったけど、安全ピンって普通にホラーねえ。ゾゾン、ガビオよりマシよ。かっちゃん、ガビオってまずなんか貫通しなさそうだよね。普通に耳たぶつまんだら痛いんだけど、ピアス開ける時どんだけ痛いんだろう。え、でもミクロとそこまでだよ。ピアス、あの開ける時はそこまで痛くなくって、開けた後に産んだりすると痛い。開けたら開ける時はなんかジーンぐらい。ストレス発散に豆を全力で投げてみませんか。もうダメださん、ありです。もうダメださん、もうシャトルはそうしたかったんです。豆を全力で投げたかったことしまったけど、あの豆がない。なんか繰り返してるっておじさん。あー、治った、よかった。おじさん、ガビョーンって、え、おもんなとかやろ、ガビョーガビョーンでしょ。鬼嫁の私最高にいい説明になった今年、ありがとう。やっち、金槌と釘持っていきます。え、やばい、それはチュペリさん耳なくなっちゃうんじゃないの。任せかな、忘れましたっておじさん、シュッと忘れました。弟かっこよくてピアスしたいってしゃあないから、ワイやるくしか。ああ、ほんとにマロタの弟くんイケメンなんですね。トコさんに全力で投げつけた錦先生、そうそう、トコ野郎は外って言ってバー、豆は鬼にぶつけるんじゃないよ、床に巻くん。かっちゃん、そうなの。あ、そうなんだ、かっちゃん床になんだ、なんで、ずっと勘違いしてた、鬼にぶつけるかと思ってた。毎年服は打ちていながら外に豆巻いて嫁に叱られてる、いい加減学習しなきゃ。服は打ちって言いながら外に豆巻いて何してんのって、豆豆わらわらって。タコさんはできんって言いながら豆巻こうって、無事そうね、タコエロできん。嘘だよとこやろ、それをいつも来てくれていっぱいチェキ取ってくれてありがとうだよとこやろ、愛してる本当に。豆をぶつかられるわけです、おじゃさん。そうか、とこさんにもうぶつけるのはいいでしょう。しんちゃん、しんちゃんまで、しんちゃんも、しんちゃんが一番とこやろと仲いいよね、多分。豆まきって言うやんって、かっちゃ、確かに、確かに豆巻きてんもんね。服だよってマサパパ、服ね、愛してるよで、ありがとう、どこやろ、大好きだよ、喜ぶから大丈夫って言いつけさせて、ウケるウケる。なんかさ、昔家の中が豆まきした後片付けは犬がしてくれたよ。犬さんありがとうだね。な、私もふーちゃんが愛してるよーで、ありがとう。やっち、お庭外して、おじゃさん、お庭外、福はうち、お庭。でもさ、熊本にいた時は毎年やってた、巻かれた豆踏んで痛い痛いで鬼が鳴るらしい。チャーリーだ、チャーリーだ、チャーリー、チャーリー、あれチャーリー、ありがとうございます。そうなんだ、確かに足つぼだもんね。ラビッツはうち、鬼、そう、ラビッツはうちだよ、だってラビッツはもう最高だもん。ふーちゃんの名前久しぶりに聞いたってやつさ、今日もさらちゃんキャワイイって、あさ、ありがとう、大好き、ありがとう。えへへってとこやろ、さちゃんに惚れちゃったな、もうありがとうね、とこやろ、大好きだよ。豆掃除してもう後から出てくる、和田さん、わかる、そうだよね、豆って掃除し終わったって思ったけど結局あるよね、わかる、和田さん、痛いの大丈夫マルタン、あ、もうすっかり忘れてた、ありがとうマルタン、優しいね。豆って大豆、ピーナッツ、落花生、何を投げてた、ね、大豆、大豆です。もうダメださん、秋豆豆の好きな大豆だ、豆豆、
まあ、誰か思い出したけど近所の鶏は元気ですかしんちゃん。え、今日の朝鶏鳴いてました。ちなみに久しぶりに、あ、れいちゃん誕生日なんだ。正直天使の誕生の日ですね。一番レロクがこもるから一番嫌がるなって。おー、そうなんだ。調理、え、すごい。確かに大豆って一番なんかこもってそう。サナーも大好きもらってないな。え、ち大好きだよ。え、特典会の時大好きって言ってるよ。サナー可愛いのってありがとう。マロータン大好き。お、I love you だね。ところありがとう。あ、知ってる。デジャビュ、デジャビュって何？ゆうなさん、まめまめその通りですって。そうです、そまめ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 の好きな一番豆は大豆マジで面白かった。特典会で秋豆に好きな豆って何なのって言ったら大豆って返ってきたのが本当に面白くて、なんか普通枝豆とかなんか来るかなと思ったら大豆って言われてめっちゃ面白かった。え、分かる、大豆って美味しいよねって思った。ニワトリさんご健在、多分ね入れ替わりしてるぞさ多分ニワトリ無事っていうかしんちゃん入れ替わりしてるんじゃない納豆でもトコさんに投げつけときますがニュースケ先生。え、でもなんかもうトコエロはなんかあの、いや、うん、そうねもうそうね。さちゃん豆はね今年は18個食べなくちゃいけない。本当は大変なので小袋のまま投げていたマサルパパ頭いいですね。もしあたりもそうだろうなって思うけど結局そんなんしません。もう豆を投げつけます。入れ替わりしんちゃん多分入れ替わりです。鶏はだからご健全とか多分ないと思う。多分もう入れ替わりなんで、入れ替わり制、シフト制だ鶏シフト制多分。いじるからって。しわじん、え、何が18袋の内側はさ、え、18袋はもう大量すぎる、やばい。あ、にしき先生2月7日の情報ありがとうです。皆さんぜひこの2月7日来てください。近くのお寺の豆まきゲストにキティちゃん来てましたよ。え、すごすぎ、キティちゃんも豆まくんだ。入れ替わるたびに食卓に上がるんだね。そうなの。お父さん命をいただくや。月ちゃんありがとう。ロソベリさんフォロー、あれ、ありがとうございます。ロソベリさんでこの間来てくれた方や、ありがとうございます。二度目の方も、え、ありがとう。サナちゃんって、あ、ありがとうございます。嬉しい。何事かって思うのでゆうやなさん、え、確かに何事かって思っちゃうよね。失礼しましょう。ありがとう錦先生。はい、2月7日渋谷ダイブでライブあります。皆さん2月7日ありがとうございます。ぜひ来てください。お、ココシャン、ココシャン、ありがとう。ミスドのドーナツに負けたわーって。ええ、どういうこと、ほんまらわた。ミスド、え、シャドウ、あのさ、今日、クマチーがミスドのドーナツ食べたいって言ってて、おー、ミスドのドーナツって、今何やってんだろうって思ってた。って話。バトル？シュワジ。何のバトル？今日の配信ループしてる？ゆうやなさん。え、どういうこと？ループって。ループ？一番可愛いんじゃねえかって。ここじゃん、ありがとうじゃん。床に落ちてるから捨てる食べる。ね、マサパパ、してます。最高かよ、ここじゃん、ありがとう。あ、え、今日配信なんかおかしくなってたんだ。ループしてたんだ、今日。え、ごめん、なんか配信がおかしくなってたってこと？なんかいろいろさぐるぐるしてるってことかな。おじゃさん、チルルンさんだー。え、ちょっと邪魔するでって。あ、全然もう邪魔してください。明日も寒いから気をつけてなーって。ありがとう和田さん。和田さんも気をつけて、シャトも気をつける。今見せたゴディバ、あ、待って、やばいね、キムチゴディバは。ニワトリに大豆を食べてもらうために捕まえてきてて、錦先生ニワトリがかわいそう。先週ミスド食べました。お店で3時間くらいおしゃべりしてた。長っ。 JK やんしんちゃん。違うところ画面が固定になったところで5回
くらいループしてた。え、血見せたらさあれなのかな、もう呪い、いや怖。そうなんだ、おじゃさん、みっちさんありがとうございます。サルちゃんラブチって、ありがとうロッソベリーさん、嬉しい。アプリのエラーでループするとき認識するね。こっちでリフレッシュすれば治るよティムジ。え、だから一瞬配信機してとかだよねティムジ。かわいさんループですって、わたさんありがとうございます。オールドファッションとトポンデリが毎回買うミスド、おお、いいねやっち、いいねやっち。シャトリは好きなドーナツは、あのいちご乗ってるの好き。いちご乗ってるやつだったら何でも好き。ゴディバとのコラボバレてんのやつ、ワイワー手羽のやつ。え、待って、いいねミスド、治ったわ。で昭和人、あ、よかった。事故ってたところからループしてた。え、そうなの、ゆうゆのさ、え、怖っ。なんかさ血見せたからさ、なんかそういうループみたいな世界がバグったのかな。チッチッチって本当にどこやろう、しょうもないな。ねえかっちゃん食べたくなっちゃう。サラとチェキ取れないわ。でここじゃ、なんで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 、そんなにかわいいかって。マロタありがとう、ありがとう。呪いなんてないよ、チェック不買かさないです。そうですね、ないです。チーのピアスするのまた今度ね。え、また今度になっちゃった、ごめんねティムジ、絶対する。リトムって何、チドルンさん、餃子18個食べたからここじゃ。すごい多いねここじゃ。え、餃子18個食べたからそのとチェキ取れないってこと。桜色になるグラスお嬢さん、え、そうだよ。ストロベリーのクローラーマルタ、あ、え、そう、大好き。その姫が可愛すぎてアプリがエラーありがとうね、好き先生。なんかあのラップみたいな、可愛すぎてアプリがエラー。さあちゃん邪魔すんで、和田さん、あ、邪魔すんで。え、ね、待って関西の人って邪魔すんでって言ったらなんて言うの、誰か関西の方。リトムタメント喋りたいけど、なんかあいつ怒りそうで勇気出らんて。え、あいつって誰、ジルルンさん。大丈夫ですよ、一回白鳥に話しに来てみてください、大丈夫です。酒もうまそう、いや酒じゃないよマサパパ。ミスドでリーポップ好きがあんまりなくてピエンナンスちっちゃいやつだよね。え、ちっちゃいやつは一口で終わっちゃうからなんかやだ。餃子王将で餃子18個食べたからな、匂うやんって。あ、そういうこと、ここじゃん、いいよ匂いなんて。いや餃子の匂いはさ、あ、美味しそうな匂いするな餃子の匂い、美味しそうな匂いするな、だからいいんだよ。帰ってって言う、あ、邪魔するんやったら帰ってって言うんだよ。え、そうなんだ、ドザン邪魔するって言われたら邪魔するなら帰ってって言うんだゆっくりしてや、かえちゃん。おー、え、どっちどっちどっち。リットマンで一番好き、ロスブリさん。ありがとうです。え、あのそのうちあのロスベリさんのあの一番、もう全部ひっくるめての一番になれるように頑張るから、よろしくです。ゆっくりしてやばまる、あ、そういうこと。邪魔するんだったら帰り、おー、優秀人、帰るっていうかゆっくりしてやーっていうかなんだ。え、面白い。桜グラスは丸も後期陶器で検索、検索でしんちゃん。え、で白鳥さ、これ売ってあるの見たんだよね。あ、これプレゼントしてくれたんだと思ってめっちゃ嬉しかったの。検索します、丸も高木、かわいい。常に進化した食器を企画する岐阜県の代表会社、宇宙で一番にすけ先生ありがとう。ジェックさんだ、うまい。さあ、小さくて楽しい子だからみんな寄っといでーって。まさか小さくて楽しい子幼稚園生みたいなありがとう。下ぶっかい、あー、幸子か、ジルルンさん、幸子ね、幸子。でもね、え、さっちゃんってね、ジルルンさん本当にいい子だよね。なんかさ
本当にいい子だよね。わかる。お昼餃子の冷凍餃子6個食べた。美味しかった。おじゃさん美味しいよね。餃子のお塩様だもんね。ミスドの定番はエンジェルフレンチかエンジェルクリーム。でもあでもぽい9割カエルやけどね母ちゃん。そうなんだ。全アイドルの5本の指に入る可愛さだよ。ねそれさ前も言ってくれたよね。ロサブリさんありがとう。すごくない？全アイドルの5本の指にあのロサブリさんの中で入れてるんだよ白鳥。嬉しい。ひなで一番かわいいもんでとこやろ。ありがとうありがとう。中村渡さんありがとうございます。ギシアンやっと帰宅お疲れ。ギシアンビールビール。ギシアンもお世話からになって、今日もドキドキやしマジかわいい。ありがとうマロだ。本当にいつも褒めてくれてマジでモチベが上がる。本当に一番ってサナのためにあるんじゃない？え、そうだよやち、一番ってサナのためにあるよ。うん。でここ11センチって小さいけど意外と芸能人って小さい。こういうあーでも確かにそうかも。かっちゃん小さい人多いね。確かにカエルはシクシクカエルんかい。和田さん宇宙で一番だけどって。ありがとう錦先生。ドリルすんのかーいってしまじ。え急に吉本急に吉本。お世話係19人ありがとうございます。誰だろう19人目。声も顔も声も可愛くて好きなんですよ。えやばい本当に嬉しい。ありがとうロスベリーさん超嬉しい。あサシさんだ。お世話係19人目。ありがとうですサシさん。本当にいつも配信ありがとうございます。ありがとう。サイユさんただいま。逆だった。あー待って、ゆきのちゃんやん。ゆきのちゃんめっちゃ可愛いってありがとう。えゆきのちゃんだ久しぶり。ゆきのちゃんありがとう。え嬉しい嬉しい嬉しい。今日の選択エンゼルクリームエンゼルフレンチフレンチクルーラー。え全部可愛い。マルタン全部可愛い。かっちゃん大阪来たら USJ もいいけど新喜劇も行ってね。行きたいかっちゃん。えしあと最近もね大阪 Vlog とか見てて本当大阪行きたいの。え本当に大阪行きたくて大阪 Vlog 最近 Vlog めっちゃ見てるの。 Vlog ハマってて、え韓国 Vlog 大阪 Vlog めっちゃ見てる。東京にいるのが惜しいところです。ロッソベリさんはどこに住んでるんだ。25は主現場とかぶってるか確実にいるのはいるけど、いるけどジルル。えならもう会うしかないよね。盛りだくさんやで和田さん。確かに今日盛りだくさんか。姫は天い天下がが優雅独尊ということなのです。えすごい。シャトリが今までシャトリが今まで人生で聞いた言葉の中で一番難しかった。天い天下優雅独尊一番難しい。シャトリが今まで実践で聞いた言葉の中ですごい。ありがとう面白。お腹空いたから絵本巻きホエホエするね。あ間違ったジベリさん絵ホエホだった。ちょっとちょっとちょっと絵ホエホもおかしいしホエホエもおかしいし結局おかしいの。炭酸は飲みますか息子パパ。えなんかめったに飲まないけど飲めます。てか全然飲まない。大阪めっちゃ濃いところがいっぱいありますよ。まずはやっぱりユニバですってとこやろ。そうマジねミキとねずっとねユニバに行くって約束してるの。大阪行ったらVlog アップしておじさん。えもう絶対 Vlog 撮る。てか知らずにほんと最近 Vlog 撮りたくってなんか普通にもう Vlog のけちゃおうかなみたいな。インスタのリールに毎日みたいでやっちゃう。ありがとう。昔鶴橋付近で働いてました。しわじん鶴橋ってどこかわかんない。天意じゃないよ。えしじゃん なんて読むのこれ。天意天意じゃなくてなんて読むのこれ。天意天意天下じゃないの。天上天下。えなんて読むんだこれ。ちょっと待ってエホエホって何やばくないエホエホってやばくない。あ天上天下かズさん。天上天下。えおもろ。あ待って待ってベストセレクションって何ベストセレクション。ああそういうことね。ミキちゃんとユニバ行ったら TikTok 撮ったねって感じ。撮りたい。ウホウホならカノちゃんやめてにしき先生。おじゃさんもウホってカノちゃんずっと引きずられてる。
シャタの高かり20人ありがとう。え、待って、今って2日だよね。あ、間違えた、3日だ。3日で20人ってことは、明日で、また10人増やして、明後日で10人増やして、しあさってで10人増やしてでやっていけたと思います。大阪行ったらぜひ天宝山お山に登りたい。でもしあさって一回阿蘇山に登って死にかけたことあるから怖いんだよね。マシモズカーさん20人目ありがとう。あざす、嬉しい、ありがとう、本当にいつもありがとうございます。え、待って、21人だって。 ありがとうございます。お世話係ホイワシアトリケの方向で会ってます。適当か。ジェントジェントか、20人目ありがとう。ジェントジェント I love you I love you I love you ありがとう。東の大久保、西の鶴橋で分かるかな。え、なんかそれは分かる。どっち流れる。コメ、姫の切り替えが早すぎてどこ読んでるか分からん。コメントさん、コメント、そう、シェアで切り替えがね、ごめんね。マシュマサカラさん、はい、ありがとうございます。天保山は日本一低い山だよ、かっちゃん。そうなんだ、日本一低いのなら登れるかも、怖くないかも。さあちゃん、天保山は爆笑よ。何、超低いの。日本で一番低い山ってやばくない。え、一歩ぐらいで登れるの。ゆっくり喧騒せむさん、ありがとう。おつまちゃでーす。ぜひお騒がかり待ってます。え、嬉しい、笑ったんですよ。優しくて好きです、頭の泣いちゃう。なんちゃん、I love you too! って、ジェイドジェイド。なんか、わらわら。ありがとう、ジェイドジェイド。大好き。昔あったりさ、海外のファンの人のためにも英語を頑張りたい。一歩で登れる。やばすぎ。よいしょってつくじゃん、山の頂上に。標高 4.5 メートルの日本一低い山として有名な天保山の標識がちゃんとある。あ、そうなんだ。チーズイロさん、待って、チーズイロさん、ありがとうございます。こんばんはです。ありがとう、チーズイロさん。すごい、 4.5 メートルってさ、超低いね。すごい、 4.53 メートル、それ山って呼べるんだ、すごいね。ちゃんと山なんだ。ゾウさんも 4.5 メートルだよ、ありがとう。そんなイズイングリッシュイズキュート、あー、センキュー。ミルケー、アイムグー。え、なんかさ、そう、英語勉強したいなっていう思っておるのです。しあたり、今日のサナはカカ大将。何それ、いっぱい笑うってこと。お父さん、あ、違う、マサパパか、これ。ありがとう、マサパパ。昨日の英文のポストを読んでくれた、ゾザン。英文のポスト？あ、で、ゾザンが英文で送ってくれてるってこと？天保山の隣にある海遊館。ね、海遊館ってすごいよく聞くよね。どこやろ。行ってる間寂しいけど、短期留学も視野に入れていいんだよ、将来。って、ありがとう、やっち。でも多分、せいやったら、行きたい行きたい言いながら多分行かないタイプ。おさえがかりほど遠いって、しわじん。え、しわじんすぐなる、しわじん。北国の学校のスキー授業用の山より低い。え、 4.5 メートルか、シューやん。さじは3人分の高さだね、すぎちゃん。え、確かに 1.5×3。 ほんとだ、白鳥3人分の高さだ。面白い、ほんとだ、すぎちゃん。白鳥3人分ってだいぶ低いぞ。日本語勉強中ですって、ジェイドジェイド。いや、ジェイドジェイドの日本語はめっじゃ上手、本当に。コメントでもランキング3位狙ってゲスト控えてたけど、コメントでもランキング上がる。え、そうなの、コメントでも上がるんだ。ティムジレッキさん、今日も可愛いの、ありがとうございます。メキちゃんはレトロ喫茶店巡りが好きなので、ぜひおデートして、そのちゃんがブルー写真見せてくださいまして。ねえ、ほんと行きたい、ミキと。
じゃあそろそろ配信を終わりたいと思います。皆さん、はい、じゃあスケッチタイムから。コメントもポイントになるんだ。カラオケのキラコンも大切でして、ありがとう。31から17になったからね。あ、そうなんだ。って無事いつやろうね。はいはいはい。グッドラックってありがとう。グッドラックウィズユーイングリッシュドさん、ありがとう。プロフの身長いいね。ええー、待って、すごいクマちゃん来た。え、すごい、このクマちゃんで大きくない？え、ありがとう、ウサミントさん、びっくりした。ありがとうございます、ウサミントさん。すごい、20個ってこと？ありがとう。うん、20回やります。え、すごいすごい、え、すごい、完全に1位じゃん今日。ウサミントさん、いきまーす。終わったかな。で、え、合ってる回数。今何回言ってた？足跡。ありがとう、本当にすごい、サミンゾさん。え、なんかさ、すごい嬉しい。ありがとうございます。嬉しい、だから本当嬉しい、ありがとうございます。何回やった今？誰か数えてた方いますか？え、すごすぎる。もう本当にまたこれで頑張れます。12回やってた、しんちゃん。あれちょっと越したみたいなやつけど、ありがとうです。じゃあ男女の方読んでいきます。あれ、本当だ、一気に盛り上がり、2000近くにいって、すごいね、ニスケ先生。一気に盛り上がりとか、反映するまで時間かねえ。どうぞ、今見たらさ、びっくりした、反映まだされてなかった。まあ、分かってる分かってる。うさみんどさん、大阪会になったテムジ、ありがとう。そうだよね、絶対に。うさみんどさん、大阪会ありがとうございます。22人目ありがとうございます。壇上はね、まだね、そう、少し待つ。割増しサービス、割増しサービス、ありがとうございます。待ってねってもらったら待ちます。ありがとう。これまだ時間かかるんだ。本当にありがとうございます、嬉しいです。5分くらいで範囲時間、あ、そうなんだね、5分くらいかかるんだ最大で。ね、見て、今日さ、足跡でちっちゃいヘアオイルゲットしたんだ。見て、超ちっちゃくない？え、これ超いいの、このヘアオイル。韓国の売り上げ1位のミジャンセンっていう、このヘアオイルめっちゃいい。みんなに紹介、ミジャンセンってところのヘアオイル、これ超いいっていう話でした。ちょっと間のトーク、世界さふに、アカペラで一曲歌おうか、ティムジ。え、なんかさ、それがさ、ちょっとアカペラ配信したいなと思ってたらさ、著作権上ダメなんだよね。一曲歌える？ひよなかわいさを褒める時間にする、ほんまかわいいよって、ありがとう、ありがとう、もらった。すごい、くまちゃん生まれて可愛すぎる。どうしよう、めっちゃ可愛かった。さくらさん、ありがとう。え、待って、今のギフト超可愛い。どうしよう、盛り上がり度が高くなったところですね、デニスケ先生。3月29日に1周年ライブがあります。皆さん、1周年ライブ絶対来てください。皆さん、お願いします。くまさん、でかいくまさんいるよ。まさパパ買った？ほんとだ、さ、みんなさん1位になりました、ありがとうございます。じゃあ37位からいきますね。37位はふうりさんだ、ありがとうございます。ふうりさん、おめでとうです。じゃあ13位からいきます。13位、さしさん、ありがとうございます。12位、チートチート、ありがとう。11位、サムさん、あり
ありがとう。10位けすりさん、ありがとう。9位かっちゃん、ありがとう。8位まめまめ、ありがとう。7位やっち、ありがとう。6位かなさん、ありがとう。5位にしけ先生、ありがとう。4位とくろ、ありがとう。3位さくらさん、ありがとう。2位ぞさん、ありがとう。そして1位はうさみんどさん、ありがとうございます。もう驚愕の驚愕のね、すごい、本当にありがとうございました。スクショお願いします。サミントさん2500、ありがとう。できたかな、うさみんどさん、ありがとうです。皆さんありがとうございます。あ、すみなさん、良い夢を、ありがとう。あ、錦先生もありがとう、ありがとうございます。よかった、じゃあ皆さん今日も良い夢を、ありがとうございました。ありがとうね皆さん、本当に明日もまたよろしくお願いします。バイバイ。